全国1億2000万人の鈴なりリストの皆さん、こんにちは。鈴なり農園の松尾です。無肥料、無農薬、無耕機、そして虫を殺さない無殺虫の農業の可能性を研究して日々実証実験しております。今日はですね、共生農法実践マニュアル完全解説第7回としましてですね、共生農法が構築できる生態系に関してお話しさせていただきます。共生農法が構築できる生態系ですね。これは自然植生と有用植物の組み合わせだけ存在しますと。なので、生物史上最も多様になり得るっていうふうに言われてます。これは何を言っているかっていうとですね、まずですね、観光農法。観光農法の畑っていうのは、雑草を全部取り除きますよね。雑草を全部取り除いて、一種類の野菜だけをここ生やしていく。例えば白菜なら白菜だけ。なので、そこはですね、ほとんど、生態系のないような白菜だけの白菜パラダイスみたいなですね、そういったところになってるんですけども、共生農法の畑っていうのは、野草とか、あとは野菜ですね、そういうのをこう混成密生させながら野菜を育てていくっていうのが基本的な考え方なので、生えている野草とか、野菜の組み合わせの数だけですね、共生農法の畑の生態系の形っていうのは存在しますと。なので、いろんな組み合わせっていうのが実現されていくので、それっていうのはですね、こう生物史上最も多様になることができると。共生農法に基づいて、畝を管理していくと、ものすごい生物多様性の畑っていうのが作れていきますよっていうことを言ってます。その生物多様性の形っていうのは様々な形、生えてるですね、植物によって生物多様性っていうのは変わってくるので、いろんな形ができちゃう、できるんですよね。その形っていうのが、今自分の畑っていうので、そういういろんな野菜とか野草が生えていますよっていう状態があると思うんですけども、自分の圃場っていうのはですね、こう生態系一般の中でですね、どのような植生段階に位置しているのか、あとはですね、こうどこに向かおうとしているか、みたいなのを把握して考える必要があるということなんですよ。で、これは自分の畑に生えている植物ですね。それの植生段階っていうのを確認して、それを見ることによって自分の畑の上の生態系っていうのがどの段階まで進んでいるのか、みたいなのを鑑みながら、この後ですね、どのような管理をして、どのような方向に向かわしていくか、みたいなのをですね、こう管理していくような指標にできるっていうふうなことになってます。で、植生にはこう段階っていうのがあるんですけども、その段階っていうのは何に基づいているかっていうと、こう進化の歴史に基づいているっていうふうに共生農法では考えていて、これはですね、生物がですね、海から陸に上陸したと思うんですよね。138億年前にビッグバンで宇宙が誕生してですね、これはまあ諸説ありますけど、60億年前に地球が誕生しました。で、それからなんやかんやなんやかんやあって、海の中でですね、初めての生物が誕生して、それからまた何億年か経った後に、海から陸に植物が上陸を始めたと。その上陸を始めた時からですね、こう今までの間に動物とか植物とかがですね、こう共同してこう陸地の表土を作り上げてきたんですよ。今、表土をですね、こう人間がどんどん壊しているっていう事実はあるんですけども、何億年もかけてですね、こう植物たちが一生懸命表土を作り上げてきた。この表土を作り上げた時に、植生っていうのがどんどんこう変わっていきながら、こう表土が作られていったんですよね。で、その植生段階をこう生態繊維の指標として活用していくことによって、共生農法の畑の上の生物多様性をスムーズに向上させていくことができるっていうふうな考え方ですね。これはどんなことかっていうと、植物っていうのはですね、こう上陸進化に伴って、樹高とかですね、根の深さとか、あとは環境変化に対する干渉機能みたいなのをこうどんどん進化させていったと。で、この進化させていったっていうことはですね、まあ最初は単細胞生物みたいなのがこう上陸したかもしれないんですけど、だんだん苔とかになっていって、でその後はなんやかんやって、裸子植物とか、皮脂植物とかですね、そういうのにこう進化していって、最終的には高い木みたいなところまで今進化してるんですけども、そういう中でですね、いろんなその環境の変化に耐えうるようにですね、樹高とか根の深さとかですね、他にいろんな機能をですね、こうどんどん進化させていったと。で、現存する様々な植物っていうのはですね、この形質が受け継がれているので、植生がない状態っていうのから、こう豊かな森林のような極層って言われているところ
ところまで効率的に遷移するのにこういうのが活用できていきますよっていうことで、海から陸地に植物が上がった時をちょっと想像してもらいたいんですけど、その時ってですね、陸地に草とか生き物とか全くない状態ですよね。進出する前なので、それを最初の植生がないような畑、荒れ地みたいなところに定義して、でそこから今の豊かな森ですね、豊かな森ができるっていうところを、共生農法の畑の生態系が完全に構築された飽和状態のところっていうところに見立てることによって、何もない陸地の状態から森に行くっていう繊維をなぞらえながら荒れ地から豊かな畑にしていくっていう風な、植生の段階を得ることによって、スムーズにですね、最終的な形に遷移していけるんじゃないかっていうことですね。その遷移のさせ方っていうのは、まずは一年草ですね。背の低いような一年で枯れて種を落として、次の年につなぐような一年草っていう形から、だんだんこう多年草とかつる性植物とかですね。あとは低い木、高い木。そういう順番に移行させていくと、こうスムーズに最終的な豊かな生態系の畑っていうのに遷移させていくことができて、で各植生段階ですね、生育する有用植物の生産っていうのにもそういうのが活用できると。例えば多年草の野菜を生育したいっていう時は、まずは一年草の野菜を生育させて、でそこが順調に育つようになったら、次は多年草の野菜を育てましょうと。っていうようなですね、そういう段階を経る。いきなりですね、この多年草のものを育てずに、ちゃんと植生の繊維みたいなのですね、こうなぞらえながらやっていくと、ものすごくスムーズに狙った有用植物の生産っていうのが可能になって、ただしですね、この遷移段階を飛び越したりですね、逆戻りさせるっていうことでですね、生物多様性を上げるっていうこともできます。例えばですね、畑の上にいきなりこう木の苗を植えるみたいな。これ共生の方では、畝の上に木を植えるみたいなことをするんですけども、そういうことをすることによって生物多様性を上げたりとか、であとはこう、つる性植物が繁茂してきた時にそこを刈って、一年草を植えるとかですね。そういうことをすることによって、中規模拡乱みたいなことが起きるので、生物多様性を向上することができる。先ほど言ったですね、何もない陸地から、豊かな森になるっていうのと、畑の上が荒れ地、何もない荒れ地っていうところから、生物多様性の向上した畑になるっていう、この流れがですね、この反復仮説っていうのになぞらえて考えられていまして、で、生物学ではですね、この個体発生は系統発生を模倣するっていう考え方があるんですね。これはですね、どういう考え方かっていうと、この絵を見てもらいたいんですけども、個体発生っていうのはですね、人間だったら人間ですね。猿だったら猿っていうのがあると思うんですけども、それが、まず卵子が受精して、そこから細胞分裂が始まって、胎児になっていくと思うんですよね。どんどん胎児になっていく。最終的には人間の形になっていくんですけども、その間にですね、いろんな形を遷移して、変遷して、最終的に人間の胎児の形になります。で、その間に、例えばこんな感じで、こう、山椒魚とかですね、これか。山椒魚とか、あとは亀とかですね、鳥みたいな、そういった形をたどりながら、最終的に哺乳類の人間、これ人間かな、猿かわかんないですけど、の形にお母さんのお腹の中で変遷して、最終的におぎゃーって生まれるというふうなことになっているんですよね。で、これが、もともと哺乳類の進化ですよね。魚類から両生類になって、爬虫類になって、で、鳥類になって、哺乳類になりましたよっていう、こう、系統発生ですね。系統、哺乳類という系統が発生するっていう、長い時間をかけて段階を経て、系統が発生してきましたよっていうのを、お母さんのお腹の中でですね、そういうのを模倣しながら個体が発生していくっていう考え方ですね。これを植物の方になぞらえるとですね、生態遷移は上陸進化を模倣するっていうふうになります。で、これはどんなことかっていうとですね、上陸進化、これが、生物学でいう、系統発生と対応している考え方で、不毛の場所あたり口に長い年月をかけて海から植物、動植物が進出してきましたよっていうのが、荒れ地から共生農法の畑にしていくっていう時に、低くて強い一年草、多年草、つる性植物、低木、高木っていう順番に遷移させていくと、豊かな森
っていうのになりますよっていうのは、上陸進化で植物が辿ってきた進化ですね。一年草、多年草、つる性植物、低木、高木っていう長い時間をかけて進化をしてきたっていうのを畑の上でですね、それをなぞらえていくとことによって、まるでですね、お母さんのお腹の中で個体が発生するときに系統発生を模倣しているように、畑の上でですね、こう上陸進化を模倣させながら植生段階を発達させていくと、スムーズにですね、この豊かな森、最終的な形、生物学では人間の赤ちゃんになると。で、共生の方では最終的な生物多様性の向上したような畑になるというところに行きますよっていうことです。この共生の方の畑っていうのはですね、常に自然発生する草木とかですね、あと有用植物っていうのは生育度合いが変化していくので、連作障害が回避されます。で、新たな生態系へと遷移していくと。共生農法の畑の上っていうのは、こう自然の進化ですね。それになぞらえて、畑をこうどんどん活性化させていって、生物多様性を向上させていって、生態系を向上させていくので、連作障害っていうのが起きませんと。で、さらに、そういった連作障害が起きないのと同時に、こう新たな生態系とどんどん変遷していくと。なので、どんどん変化しているってことですよね。ただし、観光農法っていうのは、一箇所でですね、同じ作物をどん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 作り続けるので、こう連作障害っていうですね、のが発生してるんですけども、これはですね、植物の進化みたいな、そういうのを完全に無視して、あとは生態系とか、そういうのも完全に無視して、同じところで同じものを作るっていうですね、こう不自然な状態で野菜を作っているので、こういったところにですね、影響が出てきて、それが連作障害っていう形で発生をして、同じところで同じものが作れませんよっていうふうなことに、今なってしまっているというふうな状態です。なので、共生農法の畑のように自然の状態っていうのになぞらえて野菜を作るので、連作障害も起きないっていうのは、そういった理由からによります。で、次回はですね、自分の畑が生態系一般の中でどのような複製段階に位置しているかとか、あとどこに向かおうとしているかみたいなのを把握するためのですね、こう指標みたいなのが3つあるんですよね。その3つの指標に関してご説明させていただきます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルが気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録していただいて、であとは高評価とかコメントとかいただけるととっても嬉しいです。はい、それでは失礼いたします。